はい、皆さんこんにちは。ワンダルミルフィッシュです。ツイッターとかの方ではですね、お知らせの方はさせていただいているんですが、昨日からタイの方に遊びに来てまして、とはいえですね、信長の野望の方もタイのホテルの一室からしっかりがっちり収録していきたいなというところで、タイの方に遊びに来た時の恒例にはなってしまってるんですけど、一応ホテルのね、お部屋がどんなところかっていうところを簡単にご紹介してプレイの方に入っていきたいと思います。いつもと同じホテルで同じクラスのお部屋なので特に変わり映えはないんですけども、こんな感じのお部屋になってます。で、ちょっと多方面からご批判等もいただいている中ではあるんですが、ここがですね、結構僕の好きな夜遊びスポットの一つにはなってますね。今ね、ちょうど映させてもらいましたが、ご覧の通り、もうタイのバンコク首都ですけどね、もう高層ビルがガッと並んでるんで、東京でいうと、西新宿とかとももうほとんど遜色ないかなっていうぐらいの発展具合ですね。で、ご覧の通り渋滞もね、結構ひどいんですよね。で、この時期特にスコールも結構ひどくてですね、昨日はちょうど空港に着いてからスコールにあって結構時間がかかってしまったんですけど、あと電車もね、今ちょうどここ映してますけども、通ってるっていうような感じになってますね。はい。で、感じのお部屋の方はというとですね、特に変わり映えはないんですが、いつも基本的に洗濯ができるように、自分でできるようにっていうことで、洗濯機能ついているところのお部屋をチョイスするようにはしてますというところですね。あとこちらがバスルームにはなってます。シャワーと、あとはちょっとね、もう使った後で小汚いんで、あまり詳しくはお見せしませんが、こんな感じになってますというところになります。この後もですね、昼夜問わず外出した時にチャンスがあればビデカメ回したいなぁとも思ってますんで、興味ある方いらっしゃればですね、引き続き動画の方と、あとツイッターの方でも、ちょっとゲスな内容も多めになってしまってるかなと思うんですが、ご承知おきいただける方はツイッターの方もご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、この後早速信長の野望をプレイしていきたいと思います。では早速ですね、ゲームの実況の方を始めていきたいなと思うんですが、今回はですね、信長の野望戦国立志伝ではなく小生録をプレイしていきたいというふうに思っています。で、プレイするハードなんですが、今回は PS ビータを利用してですね、PSP 版を PS ビータに、ダウンロードして、プレイの方するっていうような形で収録をさせていただいています。で、当時ですね、この信長の野望の小生録、僕もプレイをしていました。確か中学生とか、そのくらいの頃だったんじゃないかなと思うんですけど、もう当然ね、中身は忘れてしまってますんで、大変申し訳ないんですけども、粘り強くですね、グダグダプレイになると思うんですが、お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思っています。で、やっぱり信長の野望に関わらずというところなんですけど、今後は、パソコン版とか PSP、PS ビータ版でゲームはね、できるだけプレイしていきたいなというふうに思ってるんですよね。というのも、やっぱり今回みたいに旅行に来たりした時に PS4 を海外に持ち込むって結構面倒くさい、重いし、でかいし、プラス、収録機材ってなると結構面倒くさいんで、それが PC 版だとね、パソコン1台あれば基本的にはそこに収録用のツールとかを入れておけば、ノートパソコン1台あればゲームも収録も実況も全部撮れるっていうことになると思うんですよね。で、PSP もね、同じような形で、PSP プラス収録用のノート PC1 台っていう形で済むんで、今後、同時発売系に関してはできるだけ、パソコン版あるいは PS ビータ版をメインに買っていければいいかなというふうに個人的には思っています。さあ、ではオープニングも始まっていますけども、今回の趣旨なんですが、
タイとかに遊びに来た時にね、ここのところずっとやっている企画シリーズで信長の野望過去作品全部やるっていうね、まあそういう名目でプレイの方をしてきている中での、まあ今回は信長の野望小生録をプレイしていきたいというふうに思っているわけです。で、今までの過去作品全部やるシリーズの中では基本的には信長でプレイをして京都、まあ、二条御所、二条城を抑えた時点で、まあ、その作品はクリア扱いにするっていうのをね、展開にさせていただいていたんですけども、今回はもうちょっと長くプレイできるようであればプレイをしていきたいなというふうに思っています。で、全3回ぐらいに収まるようなところで終わりにはしていきたいなと思ってますんで、今回の旅行がですね、一応7泊する予定なので、まあ、信長の野望の小生録とこの後の作品烈風伝あたりまで、企画をね進められれば万々歳かなというふうに思っています。では信長の野望小生録プレイしていきましょう。で、新しくゲームを始めるにします。で、シナリオが4つ選べるんですね。1551年4月のうつけ者家督を継ぐから、その後の桶狭間で70年の天下不武の危機と最後、1582年2月の天下への道というこの4つですね、のシナリオから選べるんですが、今回は、うつけ者家督を継ぐでプレイをしていきたいと思います。結構このうつけ者家督を継ぐって厳しいシナリオになるんじゃないかなと思うんですけど、というのも、まあ、織田家がですね、まあ、城が一つしか持っていないという中でプレイをしていくことになるんで、武将の質量は揃っているんですけど、まあ兵士数であったりお金であったり兵糧であったりっていったところがやっぱりその城にね、どうしても依存するところにはなってくるんで、少し物足りないかなというところで、ここはね信長の野望をずっとやってきている僕の腕の見せ所になるんじゃないかなというふうに思ってますんで、ぜひぜひご期待いただければと思います。では織田家でプレイをしていきましょう。他の大名も選択しますかということなんですが、他の大名もプレイをする余裕はないので、ここはいい家で信長一人でプレイをしていきましょう。で、難易度は申し訳ないんですが初級でプレイをさせていただきます。で、他国の合戦とかはね見てるとキリがないので、見ないという設定にしていきます。ではこれで始めていきましょう。で、ターン式になっていて各大名が順番にプレイをしていくっていうようなスタイルになってますね。で、今ここがですね、名古屋城、信長の居城名古屋城になってます。武将11人、兵士が5400で、金銭が3500というところになってますね。で、今だとほぼほぼ何もこの領地には何もない状態になってますね。町が一つレベル2ですね。ここには村落、さらに水田、畑等が散らばっている程度になっていますというところですね。で、目下の脅威はですね、なんといってもやはり今川家ですね。この浜松城からすでに軍勢が出てきてますけども、松平元康、これは後の家康で、ここは酒井忠次というところで、まずこの2つの軍団がどう出てくるかちょっと読めないところではあるので、こちらも軍勢を繰り出して先に棋戦を制すということをやっていきましょう。早速ですが軍勢で出陣をさせていきましょう。戦闘力が高い武将をやっぱりここは出していきたいので、勝家に3000を率いらせて側面から家康をいきなり叩きましょう。まあ、いきなり合戦かいっていうところではあるんですけどね、結構合戦はあっさり終わるといえば終わるので、最近の信長のシリーズに関して言うとだいぶ、サクッと終われるんじゃないかなというふうには思います。で、基本的には敵の、まあ、本陣を潰せば終わりなんですけどね、側面攻撃が失敗してしまった以上はそうだな、まあ、陣形もノーマルで戦ってますんで一斉攻撃で敵の戦力を削いでいきましょうっていったものの、さすがに家康は硬いな。いや、非常に硬いですね。
このままだと先にやられるな。まあ、ケチらずに信長を出すべきだったかな。ちょっとね、ケチっちゃいましたね。で、敵の総大将を、まあ、叩くと、そこで一応勝敗は決するという形にはなります。なんかいきなりかなり苦戦している状況だな。退却した方が良さそうだな。これ以上兵をいたずらに失うのはあまり良くないし、総大将がやられて退却になると、捕まる可能性があるんですよね。なんとか追撃を振り切ってくれたか。そしたら、ここで満を持して信長をどうしますか。信長に対して大言壮語、吠え面を吐くなよとかっていう家康もね、家康ですけどね。さあ、数の上ではほぼ拮抗してるけど、こちらの方が残念ながら軍勢の数が少ないので、攻撃できるターン数がちょっと少ないですからね、潰せるときに確実に潰しておきましょうというところにはなるかなと思います。まあ、邪魔くさいのは邪魔くさいで間違いないので、このね、家康が戦場をうろうろされるというのは。ちなみにツイッターの方ではお伝えしたんですけど、飛行機の中で、本能寺ホテルを見ました。結構ね、面白かったです。まあ、コメディタッチの要素がやっぱりね、どうしても、強い部分ではあったかなとは思うんですけど、かなり面白く、拝見させてもらいました。あとは、美女と野獣の実写版とかもね、やってたんで見てきましたね。さ、だいぶ削られてきてるけど、ここは、なんとか、家康は退けておきたいけどなぁ。ただこの家系にあって信長の本陣が燃えてるっていうね。何？しかも、軍勢の数でも劣ったか、しょうがない。ここは退却しましょう。いやー、なかなか厳しいね。さすが家康って感じだな。強い。ただ、これで家康もおいそれとこちらには出てこれなくなったでしょうというところで、目下の目標は果たせたんじゃないかなと思いますんで、せこ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 、内政に勤しみましょう。いきなり出鼻をくじかれた感は否めないですけど。まあね、そうは言っても、うなだれているわけにもいかないので。基本的には今進めている、この内政コマンドで内政をしっかりやっていくっていうところが、まあ当然攻略の一番の近道にはなってきますんで。で、あとは、ここの出城、市場ですね。ここを占拠しちゃいましょう。これで城が2つになりましたね。で、あとは、ひたすらに農業等々をやっていきましょう。で、農業中とかにもね、平気で捕まるといえば捕まるんで、敵に。攻められると。まあ、そういう状態はやっぱりできれば避けたいなというのはあるんで、敵が出てくるところは叩いておきたいなと。いう意図からいきなり出陣して家康を叩こうとしたんですけどね。ちょっとその目論見が悪い方向に出てしまったというのはあるかなとは思うんですけどね。さあ、これで一通り全員動かしたので進めていきましょう。これで家康がどう出てくるかですね。で、正勝が入っていきます。これ忍者の特性持ってるな。よしよし。さらに前の長安も来たね。
やっぱり小田家は人材に関してはね、申し分ないところはありますからね。あとは浜松城の家康、まあ、今川家がどう出てくるかだけど、あんまり動きはないか。酒井忠次がちょっとうろついてきてて邪魔くさいかなっていうぐらいか。数は2000。であれば、ここは叩きましょう。また軍勢を出すのかっていう話にはなりますけどね。早速、正勝を出して、で、ちょっと、配置を変えましょう。正勝自体をちょっと一番後ろに下げておいた方がいいでしょう。確実性を期すためにも。よし、側面攻撃が入ったな。側面攻撃が入ると敵の側面から攻撃できる分、やっぱりこちらの方が有利になるんですよね、圧倒的に。まずは敵の左翼って言ったらいいのかな、を確実に仕留めましょう。で、その上で忠次の本陣を吸収するっていうね、パターンで一気に酒井忠次を叩きましょう。側面攻撃入るともう全然違いますね。で、当然能力の高い武将に対しては側面攻撃はなかなか入らないんで、さっき家康にも実は側面攻撃が入るような、角度で攻撃は仕掛けてはいたんですけどね。なかなか側面攻撃入らずというところでしたからね。では、開墾をやっていきましょう。で、あとは、結局、お金を稼ぐ手段っていうのが、定期的に入ってくる部分と、もう一つが、商人が、やってきてるときに、商人と、まあ、売買をするっていう手段しかないので、お金が結構重要なね、要素にはなってくるんですよね。で、当然兵力も結構ここは重要になってくるんで、まあ、当面の間は兵力を蓄えつつ、内政に勤しむっていうね、形になるかなとは思います。さあ、町づくりのレベルはどんどん上げていきましょう。まあ、さっき言った理由から、お金はね、かなり重要ですからね。ここに家康がずーっと陣取ってんだな。邪魔くさいけどね。これはちょっとどうしようもないんで、諦めて、ちょっと兵力を蓄えるために、せこせこやりましょう。で、あとはそうだな、できることがあればやっておきたいけど、勝家が商業できるんだ。だったら勝家に商業やらせたいけど、敵が攻めてくる可能性もあるんで、勝家はちょっとこのまま待機させましょう。まあ、当時ね、もう全く覚えてはいないものの、かなりやり込んだなっていう記憶だけはあるんですよね。おっと、ここで、家康が攻め込んできたが、で、商人も来てると。であれば、まずは、正秀を城に入れて、その上で、まずは売買をしちゃいましょう。忘れないうちに売却します。で、何を売却するかというと、まあ、お金が全くない状態なので、兵糧をちょっとね、まとまった分売りましょうというとこですね。
で、その上で、降りかかった火の粉を払おうというところで、勝家を出陣させていきましょう。こんなところでいいかな？ここは正面切って家康と戦うのか。邪魔くさいけど、まあしょうがないな。まあ、家康はやっぱり強いからな、言っても。いや、家康に混乱とかが効くとも思えないけど、騎馬で出てきてしまった以上はしょうがないね。先制攻撃ができただけよしとするか。家康強いよねー。もう前衛の一帯が壊滅したか。さらに2体目も壊滅？いや、この家康の強さ反則だろう。この時点の家康って言うほどでしょ、だって。いや、これは退却せざるを得ないな。退却しましょう。不甲斐ないな。とはいえ、こんな、なんていうのかな。家康をのさばらせとくわけにもいかないんだけどな。どうしたものか。とりあえず信長で撃退するしかないね、やっぱり。信長を帰らせて、次のターンで信長で撃退させましょう。それしかもう道はない。まあ、だいぶこの前半15分ぐらいは対家康で兵力も時間も使ってしまいましたからね。その間に他勢力はね、順調に勢力を伸ばしたり地力をつけたりしてるはずなんで、あまりもたもたしてる余裕もないですからね。そう、長安も攻撃しやがったか。ここは本当に満を持して信長で出兵するしかないな。確実性を期すしかないですからね。さあ、今度こそ信長で、自ら出兵して叩きましょう。おっと、ちょっと待ってくださいね。これで側面攻撃ができたので、なんとかようやく叩けるかな、家康を。
まず一斉攻撃で敵の左翼撃撃しちゃいましょう。粘るね。でそしたらもうそのなんていうのかな、雑魚には構わず家康の本陣めがけて攻撃を繰り出していきましょう。この家康にはだいぶ苦しめられたからな。で家康の陣が下がったか、まあ当然だな。であれば壊滅させていきましょう。確実性をとって。まあ信長の本陣が吸収されるっていうことはね、この陣形であればまずないかなと思いますんで。これでね、守備よくもしも家康を捕らえることに成功したとかってなるとすっげえ嬉しいんですけどね。まあ家康一人でだいぶやられましたからね。家康は逃げるのが上手というか粘るな。言ってもこっちも信長出してますからね。その信長相手にかなりの善戦をしてますけど、これで迎撃したけど元康は信長の追撃振り切ったか。まあ当然だな。で続いて忠次2000が来てるのか。絶対この忠次の2000ここに来るよね。で重次は絶対ここに陣取るでしょ。で今信長側の兵士数はというとほとんどいないと言っていいな。これじゃあ出陣できない。いやここの市場をね、配下に収めておきたいなと思ったんですけど、そうはいかないか。まあしょうがないですね。正勝は敵の迎撃に備えたいのでちょっとここは待機させましょうというところで、正秀のおじきに出張ってもらい、一旦これでターンを送るか。いや結構この対今川戦線でだいぶ兵力を使ってるな。でここにいる酒井忠次は信長自らが側面攻撃で仕留めましょう。ここでね、陣形の再編とかもできればいいんですけどね、基本的にはさっきの陣形のままの戦いになるので、まあ、とはいえ側面攻撃できてるんで、しかも相手は初戦忠次、よし、迎撃できたな。数の上でももうこちらが有利になったはずだ。あとは忠次の本陣を吸収できれば。しかも忠次は変なところにいるからこれで仕留められるぞ。通常攻撃で一気にもみ消しましょう。よし、捕らえられれば、逃げられたが、まあよしとしましょう。まずはね、浜松城をなんとか支配下に収めておきたいなというところと、そのためのあの市場ですよね。
よし、ここでこの市場を占拠できるぞ。この市場は奪われたくないんで、ここにしばらく駐留させたいな。で、あとは、ここの市場を取ったことによって、だいぶ、なんていうのかな、名古屋城近辺の安全性は確保されたかなというところもあるんで、開墾していきましょう。あとは、商業とかもね、しっかり入れておきましょうか。だいぶ楽になりますよね。まあ、遠回りをした感じは否めませんけど。あとはこの市場をどうやって守るかっていうところになってくるんで、そうなるとやっぱり軍勢の数がね、欲しくなってきますよね。さてさて、いい感じで来てはいるぞ。そうなるとここ今側の浜松城を叩いておきたいけどな。兵の最大は 27,200 収容できて、今の兵力がちょっとはっきりしないってなると怖さもあるな。あとは戦闘力の高い武将でいうとやはり元康、まあ後の家康ですね。この辺りが邪魔くさいな。叩いておきたいけど。で、あと、そうなると、患者を送り込むとか、そんくらいかな。で、そうなると、ハチスカを一度城に入れましょう。で、ここの水田の開墾を別のものに変わらせましょうというけど、農業の高いやついないな。長安に継続させましょう、ここはじゃあ。で、次のターンで、なんとか、浜松城の調略に乗り出しますか。まあ、家康さえなくなればね、だいぶ楽になるんで。この市場を取られるのは嫌だからなぁ。と言っても、なかなかどうして。この市場の開拓も始めたいけどなぁ。町もあるし。まあ、お金含めていろいろやっておきたいかなというところはあるんですけどね。正勝はそうか、さっおっと進行しちゃった、もったいない。正勝にはね、さっきも話したように患者として調略をやってもらいたいんで、まあ、こんだけ武将がいても武将不足だっていうぐらいなんで、他の大名家はどうしてるんでしょうね。いやーこれ全3回ぐらいじゃ話にならないかな。また家康が来たよ。懲りないやつだな。敵の後ろから家康を叩きましょう。
で、これで一旦信長も収容せざるを得ないな。兵力的にも。限界かなって感じしますよね。家康は真ん中にいて守りを固められてるんだな。まずは敵の前衛を完全に叩いてから家康の本陣を吸収するしかないな。混乱が続いている今の状況をうまく利用して一気に家康の本陣を叩いてしまいたいけど、さすがは家康って感じだな。兵の減りが若干鈍いね。とはいえ信長のターンが来たら潰せるでしょう。よし、これで家康を捕らえられればというところだけど、まあ振り切るよね。で、次のターンで信長一度城に戻しましょう。ちょうど、商人来てるけど商人に金を払う余裕がないな。となると患者だな。まあ、朝比奈にこんなことやること自体意味がないよな。ちょっと正勝を戻しましょう、次のターンで。何をやりたかったんだって話ですけど。そしたら市場の方の開拓のために開拓要員を派遣していきましょうか。さんも全く大したことできなそうだけど、村落作りとかはやってもらいましょう。こんなところかな。海津城はやっぱり戦場になりますね。これで2回目かな。まあ今市場が2つ、本城が1つっていう状態なので、まあ、悪くはないかなというところですけど、朝比奈が出てきたが2000。で、正信も2000。ちょっとこれは一旦兵を引くしかないな。そうだなあ、工作とかしてもあまり意味はないかなという気はするけど、つけ込む隙なしか。しょうがないね。あとは敵がどう出てくるかだな。市場をね、占領されたりすると痛いけどな。お、利家が来たな。利家は、まあ能力的には普通だな。忍者とかついてくれてるとね、嬉しいんですけどね。さあ、今川がどう動くか。
今側に動きなしか。一度信長は入城させましょう。予定通り。そしたら商業ができる都市家を新たに出して、商業レベルが、そうだな、町レベルが2のところがあれば、そこに対して、かけていきたいけど、ここ平地だな。じゃあこの平地に、むしろ、村を作っちゃおう。で、その先に商業を作りますか。いやー、農業だな。ここに水田を作りましょうか。いやー、町にするか。んで、それとは別に、水田レベルの低いここに開墾を入れて、さらに開墾も入れましょう。で、次のターンで、信長がまた出陣できるんで、敵が出張ってくるようであれば、信長で迎撃だな。とにかく厄介なのは敵が出てきて、おお、これよこれ。市場が奪われたが、この市場の奪い合いだな、しばらくは。で、そうなると、信長を出しましょう。もう信長頼りになってしまっているっていうのはね、情けない限りではあるんですが、信長の位置はまあ、ここだな。後ろ、次のターンで疲れる可能性もあるんで、信長を出したはいいものの、っていうことになりかねないように。いやー、危険だな。まずは確実に、正信の首を取りましょう。正信なんで、戦闘力は多分そんなに高くない設定に。少なくとも最近ではなってるはず。ああ、なってますね。29だもんな。なんか弓の攻撃だけで、肩がつきそうだな。これで終わりでしょ？いや、家康が出てこないだけでだいぶ楽だな。家康が相手だとこうもいかないですからね。さあ、なんといってもあの市場を取り返しましょう。正秀がまた今度、正秀の王子期を攻撃か、やってくれるぜ。そういうことならこちらも後ろから正秀を撃ちましょう。一瞬で蹴りをつけてやる。信長の軍勢ここまで無傷だな、2戦して。さあ、登用しましょう。しょうがない、朝比奈、お前は斬首だ。おとなしくこちらに従っておればよいものを。川尻は何もできねえな。とか、程度ね、川尻さんに怒られそうですけど。市場を取り返して、この後だよな。水田レベル2までか。となると、一度
引き返して市場の方の開拓に使いましょう。あとは町レベルの低いところがあればというところですが、今のところはないかな。いや、この市場、浜松城と名古屋城の間の市場って開拓してもいいんだけど、開拓しても結構割と奪い合いになるかなっていう傾向がねすごくあるんですよね。とりあえず正勝は戻しましょう。大遠征軍を組織するにしてももうちょっとね、1万クラスの軍勢が欲しいんで、もうちょっと待ちたいかなっていうところなんですよね。そうすると一度お城に返すか。で、農業ができる人材を出して農業レベルをちょっと上げておきましょうか。水田2とかだもんね。ここもおっと2以上上がんないか。厳しいね。ってことは一通り完了したと言っていいな。まあさ、美濃のね、斎藤も南下してくる可能性もあるからな。商人が来てるか。ただ兵糧もないしな。何することもできないといえばできない。軍勢の数も今出陣させることができる軍勢といえば、例えば正秀出してもこんだけだもんな。今信長が、まあ、数でいうと4000、5000か5000率いてるんで、もうやっぱり1万ぐらいの軍勢になるまではこのままひたすら耐えるしかないな。で、忠次が来たか。まあ忠次も邪魔くさいから叩いとくしかないんだよな。まあ側面をつけば忠次ぐらいだったら無傷で攻略できるかなとは思うんですけどね。鉄砲を買い揃えるだけの財力がつけば、まあ、信長の軍団だったら無双状態になるかなとは思うんですけどね。な、横槍が来たか。誰だ横槍入れたの信長に。大久保か。大久保の軍勢ごときに横槍を入れられてたじろぐわけにはいかない。何、信長が浮き足立つかな。それくらいで頼むぜ。これは正攻法で潰していくしかないですね。まさか信長を前面に押し立てさせーというわけにもいかないんで。
まあ、一斉攻撃を食らわないように格好撃破していくしかないかな、今の状態だと。で、この状態になったら敵の本陣に弓を射かけていきますか。一番遠いと、さすがに一番遠いところまでは届かないんだな。さあ、このターンで敵の本陣潰せれば、まあ、被害は出たものの、まだ前線に踏みとどまれるかな。今度は正面決戦かな。正面決戦とあれば、こちらの方が有利だ。最初のこのターンで終わらせてやろう。石川数正ごとき。これで終わりだな。よし。まあ、確実に敵を減らしていきましょう。これできっと敵の兵士の数だいぶ減ってるはずだよな。ここは一気に攻めに転じよう。で、信長も一度ここで補給を受けましょう。で、この正勝と信長の軍勢合わせて約1万で、浜松城に人当たりかけてみるか。浜松城もね、だいぶおそらく食らったはずなんで、であとは農業ができるおじきを出しましょう。これでどう出るかだな。浜松城を落とすのが本当にいいのかっていうね。よし、商人が来てるんで、かつ今は兵糧もそれなりに余裕があるんで、兵糧を売却しちゃいましょう。5000ほど売却して金を作りましょう。んでだ。農業をしている人たちには引き続き農業だな。森長吉は返しましょうか、城に。長秀も戻して、長安はここで開墾を継続だな。側面を突かれたくないんで、どうすればいいかというと、側面を絶対突かれないような進み方をしていきゃいいんだな。よし、石川数正を捕らえて、こちらの方に登用できたぞ。で、かつ敵が今正面決戦を挑んできたんで、ここで確実に敵を叩ければ、一気に事態が有利に働くぞ。
朝比奈がここで3000の軍勢引いてきたってことは、敵の方はもうほとんど軍勢残ってないはずなんですよね。ぐは、さすがに数は多いな。壊滅するな。さすが朝比奈か。ただまだわからないっていうわけでもないな。ここまで軍勢減らされると厳しいかな。ここは正勝を失うわけにはいかないので撤退しましょう。くそー、そう簡単に城取らせてくれないね。優しい。でもまあ、ここは朝比奈を確実に潰して、であとはさっきも言ったように浜松城に軍勢がどれくらい残ってるかなんですよね。あまり軍勢が残ってないんだったらさっきも言ったようにもう一気に押し潰す。ここもだあれかな、なんか構ってるよりかは朝比奈の本陣を弓で射かけた方が早そうだな。信長本陣の弓も届くでしょう、この距離なら。まあその前に蹴りがつきそうだな。よし、一兵も損なわずに済んだぞ。これで朝比奈も捕らえられたりするといいんだけど、そうはいかないか。で信長が後ろを見せてるんで、ここが結構ね危ないポイントにはなってきますね。さあでも国力はだいぶついてきたんじゃないか。なおのことここ浜松城と名古屋城の境目の城失いたくないね。ちょっと攻撃仕掛けてみるか。もうほぼほぼできることはやり尽くした感も出てきてるんで、いよいよもってじゃあ浜松城攻略に乗り出すか。はい、ご疲れたか。まあそうなるよな。ここで信長の兵5000を失うのは痛すぎるからな。しかも信長が混乱か、厳しいな。まあ、確実に削っていくしかないね。信長には耐えてもらうしかないな。信長の本陣が壊滅するともうそれで終わりですからね。そういう事態だけは避けたいけど、その信長の本陣が
敵の前線にさらされてるからな、今。まあ、ただそこは信長なんとかなんとかしてもらいたいとしか言えない。まあさすが信長っていうところだな。後ろをつかれたものの、すでに体勢は逆転してるね。決着はつきませんでしたか。さて、浜松城を攻撃しよう。よし、浜松城あっさり落とせたね。浜松城支配下に収めたんで、いやー、あとは駿府か。いやー、浜松城がこんなにあっさり落ちると思わなかったけど、よしよし、まあキリがいいところでもありますので、一旦ここで終わりにしてですね、いや1時間かけて浜松城1個がいいというところなんですが、続きをプレイしていきたいというふうに思います。